リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔はユネスコの世界遺産リスト登録物件の一つであり、その名称が示すようにポルトガルの首都リスボンのベレン地区にあるジェロニモス修道院とベレンの塔を対象としている。それらは16世紀ポルトガルで栄えたマヌエル様式の代表的傑作に数えられているだけでなく、かつての大公開時代と ポルトガル海上帝国の映画の記憶を留める文化遺産であることが評価され、最初のポルトガルの世界遺産の一つとなった。ジェロニーモス修道院とベレンの塔が対象である。それらの壮麗さは、大航海時代に貿易による巨否を手にしたポルトガルの繁栄ぶりを伝えている。なお、付近の発見のモニュメントは、世界遺産関連文献で一緒に触れられることがしばしばあるものの、 世界遺産登録対象ではない。それは、インペリオ広場、ベレン文化センターなどとともに、干渉地域に含まれている。ジェロニモス修道院外観回廊のマヌエル様式、装飾ジェロニモス修道院の世界、遺産登録面積は2.57ヘクタール、干渉地域51.5ヘクタールである。聖ヒエロニムスにあやかった、ヒエロニムス会の修道院で、現在につながる。 本格的な建設は、ディオゴ・ボイタクが指揮をした1502年以降のことである。ボイタクに建設を命じたのは、ポルトガル王マヌエル一世で、その目的には、エンリケ公会王子の業績を商用する意図などが、込められていた。ボイタクが指揮を取ったのは1516年までで、それを引き継いだのは、ジョアンデ・カスティーリョである。カスティーリョは1551年に没死したが、その年に、 ジェロニモス修道院の建築は、主要部分の完成を見た。その後も、増築などが行われ、19世紀に、ようやく現、ポルトガルが誇るマヌエル様式建築の最高傑作、と評されることもあるジェロニモス修道院の中でも、特に繊細な彫刻に飾られた回廊や、彫像で飾られた、難問中廊を備えた、修道院付属のサンタマリア聖堂などの評価が高い。以前に、 王家の霊病だったのは、バターアリャ修道院だが、ジェロニモス修道院ができてからは、そちらが王家の霊病となった。この結果、マヌエル一世も、ジェロニモス修道院に葬られている。著名な人士では他にバスコダガーマ、詩人ルイス・デカモイス、作家フェルナンド・ペッソ・アラの棺も、この修道院に安置されている。のトベンの塔の世界遺産登録面積は ヘクタール、干渉地域は51.5ヘクタールである。正式名は、サンビセンテの塔、建造は1515 15年から1521年にかけてのことで、指揮したのはフランシスコであるだけあった。ジェロニーモス修道院と同じく建設を命じたのはマヌエル一世である。バスコダガマの業績を称える目的を込めた灯台だが、 丁状川河口を見張る要塞としての機能も備えていた。当時のリスボンでは、英国やオランダの海賊に対する備えが必要だったのである。1755年にリスボンを襲った大地震では、多くの建物が被災したが、ジェロニモス修道院とベレンの塔がある。ベレン地区は難を逃れ、刺して損壊を被らなかった。ただし、その地震で川の流れが変わったことで、ベレンの塔は、 中須から川岸へと位置関係を変えた。後悔に関する事物をモチーフとした装飾があしらわれたマヌエル様式建築の傑作の一つで作家柴良太郎はその優雅さを定女側の貴婦人と評した。世界遺産登録一ポルトガルの世界遺産条約定約は1980年9月30日のことであった。 この物件は1982年12月20日に推薦され、世界文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議も登録を勧告した。そして、1983年の第7回世界遺産委員会で、アゾレス諸島のアングラドエロイズモの中心地区、バターリア修道院、トマールのキリスト教修道院と共に、ポルトガル発の世界遺産として登録された。 世界遺産としての正式登録名は、モネステリオブザ・ハイラニ・マイツ・アンド・タワー・オブ・ベレム、イン・リスボン、モーナステアでハイラニ・マイツ・イズ・アーデベレム・ア・リズ・バンである。その日本語訳は、リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔とされるのが、普通である。2008年の第32回世界遺産委員会では、ベレンの塔の干渉地域設定に関して、軽微な変更が行われた。これは、 従来の保護区域の設定では、ジェロニモス修道院周辺とベレンの等周辺の景観保護が一体的に行われていなかったことに対応するものであるが、変更を承認する勧告を出したアイコモスは、まだ干渉地域に拡大の余地があるという見解を示していた。その見解は、世界遺産委員会の決議でも踏襲された。発見のモニュメント。世界遺産登録理由は、 大航海時代と密接に結びついているが、常実の通り、発見のモニュメント自体は世界遺産登録対象ではない。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。アイコモスの韓国では結論部分で、その最盛期にあったアビソ王朝によって作り上げられたベレンの建造物群は大航海時代のポルトガルの建成を、 最もよく表しているものの一つである。ベレンは消えた文明の結出した霊障を備えており、顕著な普遍的意義を持つ、諸事件と直接的かつ明白に結びついていると説明していた。ベレン地区はジェロニモス修道院とベレンの塔の他にも、博物館などを多く要する観光名所である。2004年にジェロニモス修道院とベレンの塔を訪れた観光客は70万人以上に上ったと、 見積もられている。ありがとうございます。